これ見てくださいよ、フラワーのトロフィーだけあるでしょう。こっち見てください、点ちょぼちょぼ、このちょぼ、あ、サンシャイン空港ある、なんか空港は思い出したいんだな、ないんかなって言ったけど、あるここやってないです。あの3個の動画でやったのは3個目がこれでした。あのちょぼがあるやつはトロフィーがもらえるんですよね。でも星をがもらえてないです。でこう星2個、これは1、1、2やった、2が1回の時は1全部やると星3個やと思うんですね。で1なんやと2個なんやろ、1やと2個なんかな、あ違う、全部3位内に入ると2個なんかな、で全部最大に入らんけど1位やと星1個作れると思うんです。これね2位やってこれなんで、1位取らないことにはその星には1個もならないってことだっていう。だから僕はこのゲームの動画の縛りとして決定したのは、こうフリートーク持つ限りやらせていただきながら、星を1個以上追加してここまで行くっていうことにさせていただいてよろしかったでしょうか。でなんでそうじゃないボツの動画は僕アップ今回してないんですよ。ゼルダみたいになんかできなかったみたいなやつはできないとき無理やり攻略見て やるみたいなのも、マリオカートの場合は結果論なんでできないんで、つまり僕があの自分で何話したか覚えてないんです。だからボツになってる中で話したことをもう一回話そうとしてます。僕は今からさっきすっげー面白く喋りたいんです。さっきすっげー面白く喋れたのにボツになってないんです。残念ながらトーク優先じゃないから残念っていうのをもう一回話す、もう一回話すとどうしても気が違ったようになったりするんです。でもその中で前の前の動画で喋ったんか前の動画で喋ったんかが分からなくなってて、また同じことを話してたらそれは重複してた、重複してたら怖い。さっき話したことないったっけ、あのね爆弾をケツにつけ、あのねそうか、あの土田照之さんのラジオも聞いてるんですけど、サンつけんでいいやって、あのさ、なんでミスチルの桜井さんとかはサンつけるの、あの音楽の人ってサンつける感じなので、で土田照之ってなんかそのお笑いとかサンつけるかな、ちゃんとかつけるとか知らんけど、でその土田照之のラジオでさ、それってさ、なんか結構昔にすがったあの頃は良かった、あの時はああだった、あれは面白かったとか、カセットテープで録音してたとか、そういう話が多いんですけども、それ好きなんですよ。面白いな、世代的にそういうのですね、話は面白いんですけども、それってその世代じゃない人は面白くないと思います。でも僕の話はどうしてもそういうのになりがちに、さっきからなっていて、いいですの話ばっかりしてた、自分が得意だった、本当に早かったのかもしれないなとか言いながらやってた。でもそんなんじゃダメだから、ダメってことない、でも新しいのにも話していけるように人間が保とうとか見えん、やばいやばい、危ねっていうのをしてますけれども、いやでも多分1レースに1個以上もっとこんな出るんかい、出ます。あの昔は良かった説だから DS のマリカは良かったっていうのね、話をしていきたいなと思ってるわけなんですけど、そういうのがあった時にね、まあ、年の人は楽しんでもらって、若い人はまたこのさ言ってるわみたいな、だから結局さ、そういう話ってどの分野でもあれ、あの時はああだった、あの世代だったみたいな、それってその世代の下から見たらもう全然面白くないから、僕もだって僕って言ってるわ、なんかもっと年配の人の話を聞く、年配ってことだけ話してきた、話し合ってるって時に多分半分8割ぐらいは早く話終わらんかなと思って、2割半分何やったっけ、8割と半、楽しい時もあります、できれば楽しくしていきたいな、そうなんやっていう感じにしていきたいけど、でもそんなさ、昔の話が良かった、昔の方がいいなって若いやつが思うわけないやん、けどそういう話をしていくっていうわけわからん動画です。まあ昔はね、今の雷鳴る瞬間に使っちゃう癖が僕できてるんですけれども、コインを、コインは昔なかった時もあったんですけど、雷とか、昔
は良かったな。あ、そっか、昔は良かったわ。あのアイテムを誰が何持ってるか見えてたんです、DS の時は。だから、あ、雷出たっていうのまで見るぐらいのテクニックがついていて、そしたら使っちゃうっていう。ただそれ以上に今回のところトゲ食らう、食らってもほらコイン落とさない、このコイン落とさないからそれ見なくていい、むしろ食らってから使った方がいいっていう感じ。この作戦が違ってきて、昔は良かった、良くなって良かったじゃないか。下にアイテムが見えてて、あと雷を下のにいる立場の時に雷取った時に相手がジャンプするところに、ショートカットとかでジャンプするところまで見計らって雷使うっていう最高テクニック、そんで道に落ちる、下に落ちちゃう、そういう最高テクニックもあります。やっぱり昔は良かった。なっちゃったんですよ、ね、ゼルダの時は俺って言いそうになって僕って言い直してて、さっきからもう激しい時は俺って言っちゃってる、その動画をクリアされちゃってるんですけれども、あ、クリアじゃない、あのボツになっちゃってるんですけれども、実生活で僕って言うようになっちゃって、そしたらその2人ぐらいに気持ち悪いって言われて、いや違うって YouTube でこうなってるから僕っていう癖がついてってっていうところで笑い取れるかと思ったら、いや YouTube やってるのに気持ち悪いって言って、2つの気持ち悪いを与えてしまって、いや YouTube 面白いじゃん、めちゃくちゃ気持ち悪くねえしっていう、そこは本気で説明してまた気持ち悪いって言われるっていう感じにはなってますけど、 YouTube は面白いと思います。ここ入ると近くなるのはキノコ使わなかんのかなって思うわ。ここをぬかるみっていうか予測な、うまく話せた時にドキドキしてクリアできなくなるっていう楽しみ、あ、面白さも出始めてますし、緊張感も出始めてます。実は先ほどで1位と思ったんですけども、この時はもう絶対クリアするって言いながら容易に終わりました。昔は良かったよね、F で決めれたらアイテムドンって早く、これ待ってなかったよね。みんなひっつくとしてません、うわ、うわ、今の結構自分の中ではここ急カーブいけるくらいからいけたと思ったのに、あー昔は良かったのに、やばい、6位だ、あーやべ、いやいや、大丈夫大丈夫、仕返してもらって、難しいとこ、あ、1回しか使えない、あれ おっしゃおっしゃ、2ならいいよ。これはさっきも重複したの、何と話したか忘れちゃったっていう会話はあったんですけども、僕絶対重複したって覚えてるのがコントローラーなんですけど、僕は2つ持ちでネオンブルー、ネオンレッド。
と間違えた。相手を2つ持てるのにみたいに使っちゃいます。アイテム選んでる最中は雷で落ちちゃうんですね。雷は何でもないのかな。1じゃなくて1。それで壁に当たっても落ちる。ああやばいやばいやばい。実況になったら一緒。あ、いいね。うまっ。ちょうどたまたま。いけたんじゃないこれ。欲しい。超たまたまうまくいったもん今。さっき超たまたま悪くなっ、あの、余裕になって動画なんとかしちゃったけど、あれ銀や、あれ銀か、今の金か、これが金か、さっきの銀は、ね、ややこしいわ。2個になってる。全部3位内に入ったんかな。そうするとやっぱり2個なんやな。ピンクゴールドロゼット、よっしゃ、よし、じゃあ次のコース行きます。すいません、じゃあ一回行ってみますね。